皆さんこんにちは、そしてこんばんは、黒木メッサです。本日は私のバッグの中身を紹介したいと思います。よろしくお願いします。上にあるものからどんどん取って始めていこうと思うんですが、まずは携帯です。よく荷物を両手に持っていることが多いので、この首から下げられるタイプで首にかけることもよくあります。こちらがカメラ、 SNS とかに写真をアップするときもなるべくこの携帯じゃなくてカメラで撮るようにしていて、全然まだ使い始めたばっかりで、実は多分デジカメを持つこと自体がすごく久しぶりで、多分下手したら10年ぶりとかに新しく買って使い始めたカメラです。あ、ガムが昔から好きなので、本当に常に割と移動中とか食べてますね。このバッグからまあまあ大きいポーチが出てくるんですけど、この中にはすごくいろんなものが入っていますが、別に特別なものじゃないのでお見せするのちょっと恥ずかしいんですけど、まあティッシュ、コンタクトレンズと目薬で、ここのこの赤いちっちゃいカプセルは1回使用のヘアトリートメントオイル。ジムとか行ってジム終わりにシャワー浴びたりとかすることがあるので、割とこういう、なんだろう、お風呂上がりのもの、これも洗顔なんですけど、小さいミニタイプの洗顔だったりとか、あとこれもミニサイズの化粧水、こういうあのジムに限らず撮影終わりでメイクを落としたりとかする時もあるので、こういうものは持ち歩いていたり、あと歯間ブラシ、爪楊枝みたいなタイプと糸のタイプと両方持ってます。結構好きなんですよね、あの歯の間掃除するのが。まあこれはハンドクリームですね。ハンドクリームもなんか、なんだろう、手を洗う機会が増えたのかな今まで。あのすごく乾燥するのでハンドクリームも持ち歩いてよく使ってます。あとこれもあの手洗い、ペーパーソープ、紙のタイプのソープなんですけど、海外のお手洗いで石鹸がこう切れてるっていうか補充されてないことがよくあるので、これはもう持ち歩くようにしてます。日焼け止め、あのスティックタイプの日焼け止めで、ささっとあの日差しが気になった瞬間に鏡も見ずにパッパッパッとやれちゃうのが好きで、まあこれ多分開けたらなんかあんまり綺麗じゃないから中は見せないですけど、スティックタイプの、あのヘアワックス、これはなんか多分私にあまり似合わないんですけど、友人からいただいて、あのご飯食べる時とかちょっと髪が邪魔な時にすぐこうまとめられるようにヘアクリップ。あとこれが好きなんですけど、これも友人に勧められて買ったんですけど、あのここにあのバネが入っていて、これでこうちょっと頭をこう刺激というか、あの全然痛くないんですよね。一定の圧でプレッシャーがかかるのですごく気持ちいい。なんだろう、リンパとか、あと私片頭痛っていうかちょっと頭痛が起きやすいので、あ、なんかちょっと頭痛あるなと思ったらこういうのでちょっとマッサージしたりとかしてこう散らしてます、痛みを。というなんかもいろいろ出てきたんですけど、これは美容グッズ入れです。そしてまた小さめポーチが出てくるんですが、このさっきお見せしたこちらは顔洗った後とか、あのジムの後使うことが多いもので、こっちはあのもう常に使いたいもの。これは海外で活躍されてるみほさんっていうネイリストの方にいただいたネイルオイル、すごく良くて、このサイズ感も良くて持ち歩いて使ってます。なんか優しい香りがするのでリラックスもできて好きなオイルですね。そしてこちらはアロハヘンプ CBD オイルですね。これがロールになっていて、ちょっとこうこめかみの部分とかマッサージしながら塗るとすごくすっきりして、頭痛ってほっとくと、私の場合ですけど
すごくどん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 重くなって痛みも強くなってくるので、ちょっとも怪しいなって思った時にこういうのを使ってやると、あのひどくならずに済むので、これも何本も使っています。これもハワイで買ったやつですね。サーファーズサルブ。これに書いてるのは日焼け、乾燥、あと虫刺され、あとリップ、あの乾燥したリップとかに、まあ、何でも結構使えますよっていうものなんですけど、まあ、私は基本的にリップに使うことが多いんですけど、リップとして使ってるものです。そしてこちらがコインケースなんだと思うんですけど、私はあの撮影の時とかで自分の私物のジュエリーを外す時に入れる入れ物として使ってるんですけど、メイク台にポンって置いてこのまま置いとけもするけど、移動ですってなった時にもうそのまんまここの中にガーって入れちゃって、そのまま持ち運べるので、ジュエリー入れ、お仕事用ですね、仕事の時のジュエリーケースとして使っています。お財布、これで最後。これはボッテガのお財布なんですけれども、まだ使い始めて本当そんなに経ってないんですけど、私はお財布の中に絆創膏を入れてます。お財布って、まあ、結構必ずお出かけするときは持ってるので、財布に入れとくと、あの、まあ、靴ずれしたときとかもそうですし、子供といるときとかもすぐ出して使えるので、財布には割と常に使ったらまた補充してっていうので絆創膏を入れていたりします。今日のカバンは、ザローのマルゴーなんですけど、口が結構大きく開くのが好きで、ここもちょっと閉めればこういう風になったりとかして、中身もあの落ちる心配もないですし、あとはやっぱりこうシンプルで長く使えそうなバッグっていうのが好きなので、このザローのマルゴーはすごくドタイプです。こちらが私のバッグの中身になります。いろんなものをすごく長く使っちゃうんですよね。シンプルなものが好きですし、なるべく、なんか意識してるところもあるかもしれないですね。生き方もって言ったら大げさですけど、なんかこう、なるべくシンプルな人でありたいですね、物事に対して。いっぱいあるときはまあポーチにしっかり入れてなんですけど、本当携帯と財布握りしめてリップクリームだけポケットに入れてとかっていうことも全然ありますね。はい、これが私のバッグの中身でした。最後までお付き合いいただきありがとうございました。そしてよかったら Vogue Japan の他の動画もぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。黒木メサでした。